問題が今発生しました。何？県外だ。あ、いや県外自体は問題じゃないんだけど、ここのあのだから由来が調べられない。使えんなはい、こんにちは。はい、こんにちは。じいちゃんはんです。じいちゃんです。お久しぶりです。お久しぶりかな。やっとオープニングは、オープニングはお久しぶりだけど。オープニングすっげー久々だぞ。あなたのせいだよ。いつも焦れるもんな。車のなんていうの、カーテンなんとかしなさい。カーテンつけたいんです。さあ、今日は、むいくんどこでしたっけ。今回来たのが、はさま不動尊。はさま不動尊。不動産じゃないですからね。土地売ってないですから。買う？買いたくないな、ここ。高そうだぞ。まあ、どんなとこなんですか？8から9世紀頃からある何でも祀っている社で、夜に訪れると、白い着物を着た修行僧がいたりする。おー、白いっす。なんでお化けってみんな白い服になるんだろうね。意味わかんないですけど。俺パンクの格好されとっても嫌だけど。俺も怖いな。幼稚園が今日なんて言われても困るわな、俺も。あの、下手な幽霊より絡みづらい。で？あと他にも水子の霊を見たっていうね。おー、水子の霊ね。まあ、水子に関しては前回の動画で説明入れてるから。まあ。大丈夫だと思う。聞いてください。そこは。はい。俺でも結構濃いな、今日ヒゲ。今絶対使ったろ。さて、ね。今日は元気よく、下見として。まあ、ね、今日はまあ、足元がわからないと困るもんで、今日はちょっと明るいうちに来て、ね。ちょっといい結果が出れば、いいんじゃないですかね。このちょっとふもとでこの前はオーブ取れたっすもんね。取れたね。ちょうど山の反対側あたりかな。そうそう、反対側ぐらい。すごい不気味なね、1キロ先、今日もね、超2キロぐらいからもうすごい鳥肌が立っちゃって。いや、あの空気がずっと思っとるんだけど、未だにあるんですよ、この感覚が。あ、そうなの？そう。大丈夫。行くしかないね、これ。どんな感じ？滝もある。滝。Why？全部行くとなるとむちゃくちゃ遠いな。遠いな。頂点おめえ何分かかるね、これ。書いてないね。まあ、どうだろう。本堂ぐらいまで行ってみる。どこの本堂？本堂？本当に？行けるようだったら。しっかりとしてない、今。はい、では、まあ、一応、行ってみましょう。夜来たら不気味だな、多分。うん、単純に、なんていうの、不気味さはあると思う。やっぱり、不動尊って、なんていうの、こういう、ちっちゃいお墓が何個も何個も建ってる場所だから、肝試しに来たら勇気あるなって思うわ。あと虫が多いね、観客が。ね。多分これ、口で息したら入ってくるぞ。ボンこれ、マスクしてるから、セーフ、セーフ。俺、マスクしてここから。うん。これ、本当に夜来る？俺ら。いやー、ほんとだ、すげー。ね、水子の霊が出るなり、修行僧の霊が出るなり。お、出るぞ、これ。あ、天狗神社。これ、どっち行くの？天狗様じゃ、天狗じゃ、天狗の仕業じゃ。これ、上行くの？あー、でも、あー、どうだろう、下の方にもなんか見どころあるみたいな。滝先に見る。滝どっちあるの？本当かよ。さっきそう言って俺が見つめないんだぞ。さっきの地図見る限りそうでしょ。でもあれだ、あの上のさ、ほら、この階段上のところ、ちっちゃいあの像いっぱい立ってるじゃない。うん。ずう？これが一個ずつあるんだよね、これ。改めて見るとすげえな。不動明王。さあ、何を見るんやったっけ。滝か。滝だ。滝。どこにあるんだ。これやる滝。ほらほら、バチャ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 聞こえるぞ。嘘だろ、さっきの絵と比べてだいぶスケールがちっちゃいんだけど。あ、でもちょくちょくやっぱりちっちゃいお地蔵さんおんな。白糸の滝。
あんな横長じゃないよ。うわぁ、お願いします。これかな、さっきこの辺だって、行き止まりじゃない。うん、ダメだろ。あら、金がある。コメントは？コメントは？はい。いや、なんかあるんかなって思ってたんだけど。じゃあ、滝です。滝です。お金も、やっぱこういうところにお金投げるそうですね。ほんとだ、五円玉が転がってる。まあ。ごめんなさい。頭が、ひらひらする。そうでさ、ここその前に来た時に水子だって言ってたじゃない、うん、でさ、あの、うん、朝鮮トンネルとか14とかみたいにさ、うん、そういうお線香持ってった方がいいかなとかさ、そういうなんか機嫌取るもんした方がいいかなって思ったりしたのよ、うん、なんていうの、愛情を持って生まれちゃった俺らが何言おうがさ、うん、多分水子側からしたらうるせえバカ野郎だ、嫉妬者だからさ、あ、ダメだ、ここどうしようもならんわってさ思ったんだけど、でもまあね、皆さんね、そういう人生だったかもしれませんが、きちんとあの世で育つ、そしてね、自分たちがと同じような身をさせないように守ってやったってください、この地球を、と僕は思います。かっこいいかっちゃんかっこいいシャキーンあかんわ、俺ら呪われて帰れるわ。え、うわ、すげえ、何かと思ったらドラゴンかい。最初でかいバッタかなんかかと思ったの俺。バッタでっけって思ってさ。いや、あの腕の曲がり具合がちょうどバッタに見えた。もういい加減、下調べがしないから、もう今度から下調べしといてください。あ、お守りとか売ってますよ。あ、いかん、俺財布持ってきてねえし。持ってこいよ、ムイ君。あのね、さすがに想定外だわ。俺もやって僕も想定外、まさかお守りが売ってるとは申しませんでした。不動明王今大王様に毘沙門教会、おお、びっくりした。この人がなんか一番語りかけてるような感じ。この人本当に夜来る自信ある？お前、あなたの判断次第。あの運転手があなただから、事実上俺が何て言う、あなた行かないって言ったら来れないんだよね、こんなとこまで。違う、これはそれ言い方間違ってる。なんか俺がすっげーわがままな運転手だと思われるじゃないですか。違うやだよ、原付で俺ここまで来んの。違う、別に行ってもいい。俺は別に YouTube としての活動はしっかりやるつもりでいます、うんうん、常に真面目にいい画像を皆さんにお届けするのが僕。ムイ君は違うんすよ。趣味で来てんですよ。趣味だよ。好奇心よ。でも本当になんかこのちっちゃいお地蔵さんいっぱいあるんだね。これ夜本当に行けるかな俺。
今度さ、ムイ君さ、うん、白い着物とろうそく頭に巻いてやってみてください。きえー言うながら、あ、本当だな、こっからすげえな、わお。失礼します、ごめんね、お邪魔しましょう。幼い感じの系、うん、列、うん、一番ここは幼いな。おお。あ、こっからか、線香の匂いがブンブンしてくるな。こっからでも違う場所だな。撤退？撤退しないよ、ただ寒いだもん今日。これ間違いなく夜上がれないパターンだ。夜上がるパターンやもんね。ここは夜の楽しみにしよう、これ。おお。ただ頭がフラッフラしてくるんだよな。よいしょ。自在菩薩神言。かっちゃんが後ろに何か喋ってるけど。俺そばにいないから何言っても聞こえてないよ。入ってないよ。調査ミスやな。みんなお花きちんとしたろね。あ、本当だ。お供えのあれだもん。うん。いや、なんかさ、トーク足りない、トーク足りないって言うけどさ、うん、ここふざけたらいかんでしょ、一番みたいだな。ここはもうなんていうか、ふざける場所じゃねえぞ、これ。なんていうか、だって一歩間違ったら俺らだってこっち側だったわけじゃん。コメントできないよ。そう、こういうとこでふざけるバカは本当バカだと思うぞ。